こんにちは、レフト兄弟です。今日の動画は闇のコスモを爆発させ海外製というダークサイドに落ちた男のクソレビュー、早速やっていきたいと思います。もう何をレビューするかはサムネだったりこちらでお気づきなんじゃね。こちら用意させてもらいました。 DVD のセイントセイヤ展開編助走、公開されたのが2004年2月14日に劇場版のマハーデス戦以降の新規物語ってことで劇場公開されたんですよね。いやー、この作品俺的にはすっげー素晴らしい作品だと思うんですけども、内容の方は結構賛否が分かれてしまいました。まあ本日レビューするのはね、この劇場版展開編助走に登場しましたこいつだよ。こいつ、私レフトの超絶推し、イカロス・ドーマ。クソかっこいいよね。推しの方も結構多いんじゃないかな。まあ今回はね、こちらのイカロス・ドーマが海外の方で発売されていました。まあ当然パチモンだと思うんだけど、まあ DVD ちょっと避けておきます。じゃあ本日レビューするドーマがこちら。いや、久々に海外製頼んだら箱見事にクラッシュしまくってんだけど、海外製ってね、この辺りがクソ雑になる。あ、ちなみに輸送箱的なものがあったんですけども、激臭漂ったんで、そこを捨てさせてもらいました。裏の方はこんな感じ。いやー、しかし箱見事にクラッシュしまくってるね。で、このね、絵柄的なものになるんですけども、なんか印刷ぼやけてんだよね。無理やりこの部分に海外のクソが印刷したんじゃねえのかな。では早速、開封の方していくんですけども、今日は私レフト、まだ一回も開封はしてません。視聴者の皆さんと一緒に開封の方やっていこうか。あ、仕込みとか一切してねえですよ。いや、マジで仕込みとかしてねえですからね。じゃあ、中身の方を出すと、ほら見てください。仕込みは全くしてません。こちらがブリスターケースになります。うん、本当は仕込んどけばよかったかな。まあ、いっか。まあ、こちらがクロスというよりもグローリーだったかな。グローリーのパーツになります。顔の表情パーツも3つぐらいあるんで、うん、これはなかなか期待が持てそうだな。で、こちらは何？あ、総体か。総体の方はやっぱり袋に入ってんだよね。これが手首パーツと髪型かな。もう一個入ってたけど、これは何だろう。あ、腰の部分のパーツ的なものはこれ布で再現されてんだよね。まあ、この状態でとやかく見てもしょうがないんで、一度全部開封の方してみたいと思います。はい、ブリスターケースと袋の方から全てのパーツを出しました。で、トーマの素体の方になるんですけども、表情パーツと髪型はあらかじめ取り付けさせてもらいました。気になる顔の表情なんだけど、なんかちょっと微妙な感じがするね。まあ劇中ではね、この素顔の状態っていうのは見ることができなかったんで、こんな顔してたのかな、ちょっとよくわかんねえんだけど。では早速、クロスというよりもグローリー、こちらの方装着の方やっていきたいと思います。じゃあいつものようにね、あ、その前にね、この顔の表情パーツ、カメラ今反応しまくっちゃってるんで、まあ後で見ていくってことで一度避けておきますね。では、足のスネアーマーの方から装着していこうか。まずはスネアーマーをこちらに差し込みますね。海外製なんでね、接続うまく装着できるか不安が残んだけど、じゃあ足の方は元に戻させてもらいますね。相変わらずクソかてえな。まあうまく入ることは入りましたね。そしたら膝アーマー装着していこうか。膝アーマー、まあセイントクロスマイス EX のパチモンになるんで、構造的な取り付け方は全く同じかな。まあ溝のところにこの内側の突起部分を差し込みますねと。いや、まあマジかって全然入んねえんだけど、これ入ってんの？あ、入ったか。うん、装着はできました。まあ片足装着したんで、反対がまあいつもだったら飛ばしちゃうんだけど、今日は一気にやっちゃおっか。じゃあ足の方、なんだこれ、めちゃくちゃ緩いなここ。やっぱりこの辺りはね、ザ海外製って感じですね。じゃあ足の方は元に戻させてもらいますね。ここもクソ勝てんだけど、マジで入んの？フルパワーでいけばね、入ることは入りましたね。じゃあ、ヒザーマーも一緒に取り付けていこうか。こちらか。じゃあ、ヒザーマーを差し込んでと。接続部分がかなり固めな感じがするんですけども、まあ、緩いよりか硬い方がいいかな。これで両足装着しました。そしたら次は、ハラーマーの方行こうか。まあ、海外製なんで胸部分は、上がるわけねっか。まあ、海外製は、まあ、通常のね、セイントクロスマイス EX って、やっぱこの胸の部分、上にスライドしてあげることができんだけど、海外製、このあたりは全くないですね。じゃあ、ハラーマー取り付けていこうか。ハラーマーは、
これはどうなってる？あ、やっぱり縦に分割式になっていますね。そしたら腹の部分にはめ込んでと。うん、これはスムーズに装着できました。やっぱりスライド式じゃないんで、ちょっと胸の部分浮いちゃってる感じがするな。で、今回ね、腰アーマーっていうか、布で再現されたパーツがあったんですよ。これはどうすればいいのかな？下の方からズルズル入れ込んでいけばいいのかな？いや、これスネアーマー先に取り付けちゃうとまずかったな。じゃあちょっとここ強引にいっちゃいますよ。ダメだ、これやっぱりスネアーマーこの突起部分が邪魔しちゃって絶対入んねえよ。やっぱり入んねえんで、スネアーマーと膝アーマー一度外させてもらいました。この状態で腰の部分までズルズル引き上げていけばいいんじゃねえのかな。なんかゴムがクソかって感じがするんで全然上上がんねえんだけど、どういうこと。まあ、強引にいっちゃいいか。じゃあ強引に腰の部分まで持ってきますね。これでいいのかな。じゃあちょっとね、スネアーマーの方またつけさせてもらいたいと思います。はい、スネアーマーの方戻して腰のパーツの方を取り付けさせてもらいました。こんな感じになりましたね。で、ちなみにね、この布の部分、下の方にワイヤーが入っていて、形状が変えれる感じかな。まあ、これは後で細かく見ていこうか。そしたら、腰アーマーですね。腰アーマーも縦に分割式になっているんで、この状態ではめ込めばいいのかな。じゃあ、こちらをはめ込んで、正面取り付けるよりも先に後ろの部分から付けた方が良さそうですね。じゃあ突起が出てるんで溝のところにまずはこの後ろ部分をはめ込みますと。これをはめ込んだら正面に戻して、なんかねこの布が邪魔でねすごくはめにくいような感じもしなくはねえんだけど、じゃあ正面はめ込んだら、なにこれ全然はまんねえんだけど、はまることははまったんだけど、ちょっと緩い感じがするな。まあ、いいか、先進みますよ。そしたらどうしよう。腕アーマー取り付けようか。じゃあ、既存で付いている、これいいっすよね。ノーマルの手首パーツが付属されて付いています。じゃあ、両側取ってしまいますね、と。じゃあ、手首外したら、まあ、今回付属していた手首パーツ、一個ずつ見ていこうか。こちらが握り拳の状態ですね。正規品と同じく、手甲の部分は分割式で再現されているのかな。まあ、まずは、この握り拳の状態つけていこうか。で、他のパーツは、この開きの甘い状態と、パーの状態。まあ、正規品に準じているのかな。で、こちらが構えのポージングを再現するときの手首パーツですね。じゃあ、このあたりも後で使うってことで避けておこうか。そしたら、腕アーマーの方を装着していこうか。腕アーマーはこちらに差し込んで、握り拳の手首パーツを差し込んで取り付けますね。これは割とスムーズに入りましたね。反対側の方も同じように、腕アーマー取り付けたら、握り拳の状態取り付けてと。はまったね。腕アーマーの方は割とスムーズにはめることができました。そしたら胸アーマー行こっか。じゃあ一度万歳のポーズ取っておきますね。胸アーマーなんですけども、後ろ側がヒンジになってんすよね。ヒンジを開いたら、胸の部分にはめ込みますと。じゃあヒンジ元に戻しますよ。ヒンジを戻したら、髪型の方はちょっと上に上げときますね。この状態でいいか。そしたら背中のパーツ、まあ内側突起になっているんで、この溝の部分にはめ込むんですよね。これはまるかな、うまく。スムーズにいってくれよ。スムーズにいきましたね。これで胸アーマー装着しました。そしたら肩アーマーの方取り付けたいと思います。やっぱりイカロストーマーって言ったら、この肩アーマー、まあ、特にこの右肩アーマーがかなり造形印象的ですよね。じゃあこれ引っ掛けるタイプなんじゃねえかな。じゃあこちらに引っ掛けさせてもらいますね。これまたスムーズだ。反対側の方も同じように引っ掛けます。いや、これまた肩アーマーすごくスムーズだな。いつものね、海外正規品って肩アーマーめちゃくちゃ硬いんすよ。まあ、正規品も結構硬いかな。まあ、そしたらマスクの方装着していきたいと思います。でね、髪型なんですけども、実を言うとこれ3分割で分割されるんですよね。こんな感じで。じゃあまずこの状態をはめ込んだら、若干表情パーツ浮いちゃってんだけどね、ここ見て隙間が出ちゃってる。このあたり海外製っていうのは結構クソになるんでね。マスクの方なんですけども、マスクの内側に突起が出てるんで、髪型のここの溝の部分、ちょっとよく見えるかな、この溝です。ここにはめ込めばいいんじゃないかな。じゃあこちらにはめ
込んでと、これをはめたら前髪パーツ元に戻そっか。イカロストーマっぽい。まあなかなかかっこいいんじゃねえかな。イカロストーマ完成しましたね。イカロストーマ完成しました。どうです、海外製のくせになかなかテンション高まる再現度なんじゃないかな。いやこれは素晴らしい。劇中のトーマをこうやってフィギュア化される、まあクソパチモンになるんだけど、それでも俺は嬉しいよ。後ろの方はこんな感じになってますね。まあ個人的にはこの肩馬の羽っぽい部分、これめちゃくちゃポイント高いんすよ。まあ正面の方持ってくると安定感見てください。実は非常に安定しています。まあ体の方が割と固めに作られていたんで、安定して自立させることが可能なんですよね。ではカメラの方を外して足元の方から舐め回すように見てみよっか。では足元の方から見てみよっか。スネアマーなんですけども、細かな造形、まあ忠実に再現されてるんじゃないかな。で腰アーマーの造形、これも素晴らしい。ただ俺個人的に1個難点、まあこれは好みの問題になると思うんだけど、このスカート部分布で再現されてんだよね。個人的にはプラスチック的なもので再現してほしかったかな。布ね、一応ワイヤーが入ってるんだけど、これね、いい位置に持ってくるのは結構めんどくせえよ。じゃあ上の方持ってくると、この胸アーマーもこれ造形素晴らしいね。まあ腕アーマーの方はこんな感じで再現されてんのかな。肩アーマー、やっぱりね、ごめんよ、指紋ベタベタにひっついてね、しかも俺のカメラつか顔が映っちゃってんのかな。まあそのあたりあんま気にしないでね。肩アーマーの造形も素晴らしい。で頭部の方になるんですけども、なんかね、顔の表情ちょっと微妙なんだよね。まあここであんまり見てもあれなんで、一度顔の表情の方拡大して見てみよっか。こちらが頭部のアップになります。先ほどは遠目だったんで顔の表情があんまり気にならなかったんですけども、こうやって改めて拡大してみると、君は誰、どこのキャラクター、なんか瞳違くねえかこれ。おい、海外のやつクソ適当に顔の表情作りやがったんじゃねえかな。いやこれマジ君は誰だよ、顔の表情がね。まあ個人的な意見ですよ、トーマってもう少し瞳がでかかったと思うんですよ。これちょっと瞳を小さくしすぎなんじゃないかな。いや近づけちゃうともうこれ違うんじゃねえ。まあ悪くはねえ、まあそれこそね、髪型の再現度完璧、それこそクロス、まあグローリーの形状も完璧。いやーとどめでまさかこんな顔の表情がこの顔っていうオチ、そんなオチは俺的にはいらねえんだけど、まあ後ろの方はこんな感じかな。ただよく見てください、この髪型もね、こういったねバリとかが結構目立つんだよね。海外製ってまあ細かいところが結構雑なのかな。いやまたこの顔全然似てねえんだけど、まあ今回ね顔の表情パーツが今これノーマル、まあノーマルっぽいやつで、まあこれとは別にね顔の表情パーツが2種類入っていました。ちょっとボケちゃってるか、後ろの方持ってくるか。叫び？これもなんかまあ素顔ね、まあ劇中だとねトーマ素顔の方は見えてないんですけども、もっとイケメンだったような気がするんだけどね。まあこちらがね瞳を閉じた状態、この表情にちょっと変えてみればそれなりにクオリティ上がんじゃねえかな。じゃあまずはねこの叫びの状態に変えてみたいと思います。おいなんだこれ、もうずれちゃってんじゃん。こうね、接続の組み合わせがずれちゃって、このマスクをここにはめようとしても、こんな状態になってんだけど、ふざけんなよ。まあちょっと、いい位置で無理やり。まあそうするとね、この部分思いっきし隙間出ちゃうんですけども、これいい位置に持ってくると、いやこれ無理なんじゃねえ？じゃあ前髪ちょっと強引にはめ込んでみますよ。前髪を強引にはめ込んでと。これが叫びの表情になります。もう形状合ってないんで浮いちゃってんだけど、いやーこれも君は誰だよ、これかなりひでえな。じゃあね、この瞳を閉じた状態の表情だったらそれなりにそれっぽい感じ出るんじゃないかな。じゃあこちらも交換してみますよ。いやーこの顔だよ、なんか素顔がわかんねえってことでいろいろやりすぎなんじゃねえこれは。じゃあ瞳を閉じた状態をはめ込んでと。
このあたりも隙間出まくってんだけどね。じゃあこの状態でマスクの方を取り付けてと。これはずれてね、大丈夫？そもそも表情パーツ入んねえんじゃねえ？あ、入ったか。じゃあマスクの方を取り付けて前髪を元に戻すと。はい、こちらが瞳を閉じたトーマの表情になりますね。まあ、ここも見てください。先ほどの叫びの状態と全く同じで、ここにはめ込むともうマスクの位置ずれんだよね。いやー、このあたりやっぱり海外製って結構クソだな。まあ、瞳を閉じた状態だったらね、まだこの状態が一番いいんじゃねえかな。俺はこれで飾ろっかな。他のところがいいだけに、この顔の表情だけはちょっと残念だよ。俺魔改造で瞳だけ描き直そうかな。はい、元の位置に戻させてもらいました。顔の表情はちょっと残念だったよね。まあ、この表情が好きって方もいるかもしんねえしね。まあ、俺はちょっと無理っすね。ただこの辺りの位置ぐらいまで持ってくれば、これこそ本当にイカロストーマだよ。で、いろんな角度をちょっと見てみて、どの位置がいいかなって思ったのが、まあ、個人的な解釈っすよ。この位置だよ、この位置。左斜め45度。まあこの位置だったらね、瞳があんまりよく見えねえから、俺はこれで飾ろうかな。で、まあ実を言うと、このイカロストーマ、私レフト、もう2年、3年前、まあそれくらい昔に、まあ改造で作らせてもらってるんですよね。まあ今回ね、比較対象が全くないんで、私レフトが以前クソ魔改造で作ったトーマ出しますよ。それがこちら。うわー、なんかね、今見るとすっげえな。まあクオリティもひでえんだよね。まあそう思うとね、海外製ながらこのトーマ、いやこれ俺嬉しいな。まあ当時ね、魔改造で作るぐらい俺トーマ好きだったんですけども、いやこれマジひでえよ。ただ今回ね、このマスクの部分の瞳の部分、まあこのマスクの着脱式、まあ私レフトね、以前魔改造で作ってるんで、ここってね、本当に難しかったんですよ。まあやっぱりね、まあ海外、まあどこの企業か知らねえすけども、こうやってね、顔の表情はどうあれ、着脱式で再現してくれたのは嬉しいですね。でね、ちなみにね、この時僕、パテで作ったんですよ、このスカート部分。これこっち移植しようかな。この布のやつなんですけども、なんかね、ちょっと広がりすぎちゃう感じがするんだよね。この布製はね、あんまりいただけねえな。それでこのセイントセイヤ展開編助走、まあこのチャンネルご覧の方はもうほとんどの方が見てると思うんですけども、まあ見てない方のために、このイカロストーマに関係深いキャラクター今回用意させてもらいました。じゃあトーマの方は横の方に置いときますよ。やっぱりトーマと来たらね、このお方ですよ、マリンさん。まあそれこそね、この劇中で分かったことになるんですけども、トーマのお姉さんはマリンさん。やっぱりこうやって見てみると、まあマリンさんの素顔っていうのはね、あのユムナデスの母さんの時にしか、まああれが本当に果たして素顔なのか分かんねえんですけども、かなり美形、トーマも美形、いやこのねパチモンは全然美形じゃねえんですけども、すごく美形の兄弟なんじゃないかな。今回ねもう一人用意してます。それがこちら、ペガサス聖夜。あ、ちなみにこのペガサス聖夜は、最終ブロンズクロスのペガサス聖夜。まあ、EX ですよ。あれをね、まあ一応劇中を再現したいがために、あ、バックル取れちゃってるや。バックルね、本当にこのバックルってめちゃくちゃポロリしやすいんだよね。まあまあいいか。これで、まあ、ペガサス聖夜。まあ劇中の状態で再現させてもらいました。この状態で聖夜とトーマ戦うんですよね。まあさすがエンジェルってことで、トーマの実力はかなり高かったんじゃないかな。まあラストはね、まあそれこそこちらも用意してます、沙織さん。沙織さんを守るために、まあトーマやられてしまうんですよね。まあ俺個人的にはね、セイヤとトーマ、まあ最後はねトーマ味方になったと思うんで、まあセイヤとトーマでね、ラスボス、まあそのあたりの展開を俺は希望したんだけど、展開編助走、これね噂によると三部作構成になってたみたいなんですよ。なぜか助走で終わってしまっている。いやー、続きマジで見てんだけど、まあ当然ねトーマ生きてるって設定でね。それで今回このトーマとは全然関係ないんですけども、展開編助走。まあ私当時見た時に、うんって思ったシーンがあるんですよね。今回マイスの方で再現させてもらいました。それがこちらですよね。ちょっと倒れないように持ってきますよ。こちら。まあご覧の方はご存知だと思うんですけども、劇中の終盤かな。こ
このシーン、まあ、沙織さんと聖夜のマッパの姿が再現されるんですよね。これなんでマッパにしたのかな。まあ当時はね、私レフト違和感しかなかったよ。やっぱり人類対神ってことで、マッパの状態、まあそれこそ生まれたての姿に聖夜と沙織さんをしたのかな、それとも沙織さんのサービスカット的なものでこちらの方再現したのか定かではないんですけども、まあこれ劇中の中でね、なんでマッパにしたのかなっていうのが未だに謎です。まあ何かね、ご存知の方いらっしゃったらコメントの方で教えてくれると非常に嬉しいです。今回紹介させていただきました、セイントセイヤ展開編序奏に登場しましたエンジェルのイカロス・トーマ。まあ海外製ながらこうやってフィギュア化されるのは非常に嬉しいですよね。ただ顔がちょっと難点なんで、バンダイさんぜひとも正規品でお願いしたいところになります。まあそれよりもね、展開編、まああと2部あるみたいなんで、俺は続きが見たい。これ本当にちょっとね、劇場版で作ってほしいところになります。でまあちなみにね、今ちょっとゲスもいるんですけども、展開編助走ではこのゲスもしっかり登場してますからね。それでちなみに今動画撮ってるのが4月の28日、確か今日じゃなかったかな、ハリウッド版の聖夜の公開日。この動画はね、多分今日28日の8時か9時ぐらいに動画の方を上げようと思ってるんですけども、もう皆さんご覧になられましたか。私レフト、いや私レフトはねまだ見てないんで、まあ来週あたり見に行こうかなって考えているんですけども、どうでした内容。ちょっとね、危険な匂いもプンプン漂ってくるんですけども、まあ私の感想もね、また動画の方で更新できたらと思います。まあそれがね、大絶賛の動画になるのか、ボロクソケチョンケチョンの動画になるのか、全くわかんないんですけども、まあ感想の方はね、私レフトの本音で語らせていただきたいと思います。まあ今日はね、こちらの方ご視聴いただき大変ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。